北の海ビンマ満5月16日から2015年11月20日は北海道臼郡総別町出身の元大相撲力士。第55代横綱。本名は小畑里志満。血液型は AB 型。元日本相撲協会理事長。息子は俳優の北東ルー。1953年5月16日。 ウス郡の農業共同組合職員の家で8人、兄弟の7番目、4、男として誕生した。くしくもこの日は NHK によって、初めてテレビの大相撲中継が行われた日であった。当時は、同じ北海道真崎郡出身で第41代、横綱だった、千代の山の前世紀であった。幼い頃から食欲旺盛だったことから、肩太りであった。母は、平成初期に、 今のように物の豊富な時代でないからね。8人も兄弟がいるから自分だけたくさん食べるわけにいかない。みんなが食べた後でおひつに残ったご飯を平らげていた。納豆があの子のご馳走で弁当にも納豆を入れてくれととスポーツ紙に当時に関する証言を寄せている。特に小学校6年生からの成長ぶりが著しく12歳の時に 身長 160cm 強、体重 60kg 程度の体格だったものが、13歳の中学1年生の時点で、すでに身長 173cm、体重 100kg に達していた。恵まれた体格であってもただの巨漢ではなく、スポーツ万能、特に柔道には滅法強く、中学1年生で初段となり、町の柔道大会、イブリセーブ大会では、 体格も倍以上あった、高校生を破って優勝した。柔道が得意であったが、好きなスポーツは野球であった。体が大きいからと、ソフトボールでも左打ちをさせられたが、それでも球は柵を超えた。一方で、相撲はというと経験が皆無であり、それこそ、お祭りで、相撲大会があるときは、ズボンの上から回しを締めていましたからね。回しを締めて、 本格的に相撲を習ったというのは純粋にこの世界に入ってからのことなんですよと本人が後年10回するほどであった。傷つきやすいもの、傷ついたものに対して人一,一倍神経が細やかであり、小学校時代の同級生は木になっているリンゴを剥いでくれた。ボートに乗るといつも小ぎ手を買って出た。体をぶつけ合う類の遊びでは絶対に本気を出さなかった。彼の周りには いつも体の小さな子が寄り添っていたと話していた。北海道南部に街道ありとの噂を聞きつけた多くの相撲部屋から熱心に勧誘され、中学へ入学した頃には引退したばかりの北、葉山が自身の元を訪れたこともあったが、女将が手編みの靴下を送ってくれたことで見保が関部屋に入門。母は何度も入門を反対し、こんまけして入門を認めた際には、 強くなるまで帰ってくるなと言った。後年本人は現役時代はあの言葉があったから頑張れました。どんな時でも耐えることができたんですと明かしており、うちの母ちゃんは偉かったよ。13歳の息子に帰ってくるなって言えたんだよ。自分が子供を持つようになってわかるけど、とてもじゃないけど自分の息子に帰ってくるななんて言えないよ。あの時、どんな思いで俺に あの言葉を言ったのかと思うと、すごいなあって思うよ。相当な覚悟がなければ言えませんよと感想を述べても、いる。北海道を出発した際には、東京に行きたいなあ、飛行機に乗れて嬉しいなあ、などと思っていたが、飛行機の中から昭和新山や東約を眺めた時、飛行機から降りたくなったという入門に際して、北海道から上京して、墨田区立両国中学校へ転校した。 1967年1月場所に九代、三穂が関の長男であり、後に、大関となる増井山と共に、初土俵を踏む。四個名の、北の海は、故郷にある、東屋湖にちなんで九代三穂が関が命名した。湖を、海と読ませたきっかけは、水上勤の小説、湖のことからで、同作が、東映で映画化された時の宣伝ポスターを師匠が、目にし、湖を、 海と読ませるのかと驚き、そこから着想を得たという。ちなみに北の海は海名の多い各界においては、初土俵から引退まで一度も四個名を変えたことのない、珍しい力士だった。海時代には、個名の読みが定着しておらず、人によっては、北の子と呼ぶことがあった。中学生の頃から得意だった柔道をはじめ、野球、水泳、スキーで鍛えた、スポーツ万能の体を活かして、 スピード出世し、最年勝昇進記録を次々に樹立。三段目で一度だけ七戦全敗したことがあり、幕下時代に、中水炎と右足首の亀裂骨折を経験した。特に後者の亀裂骨折は、その後2年間にわたって、関取衆と稽古しなくなるほど重症であった。しかしながら、中学卒業間際の1969年3月には15歳9ヶ月で、 幕下に昇進するなど、北の街道の異名を取り、重量以下の優勝がないまま、1971年5月場所27歳11ヶ月で重量に昇進した。なお、中学卒業前は義務教育中ということもあって、本格的な稽古は夏休みや日曜日しかできなかったといい、その状況の中で卒業間際に幕下まで昇進したことについて、当時は北の海本人も、 まだ15歳なのに、なんでだろう。と驚いていた。中学時代の思い出として2年時の夏休みを、本人は挙げており、当時約12人から13人くらい所属していた、部屋の力士が巡業で出かけていた際に留守番しながら、毎朝4時に春日ガの部屋に出稽古へ通っていたという、会時代に一度だけ稽古が辛くて、北海道に逃げ帰ろうと思っていた。なが東京へは、 右も左も分からず連れてこられたため、北海道へ帰るために、まずどうやって上野駅まで行けば良いかも分からなかったため、結果的には相撲をやめずに済んだ。1972年1月場所には新入幕を果たし、この時北の海ははっきりと史上最年少横綱を目指すと宣言。この場所は5勝10敗と負け越して重量に陥落したが、すぐに再入幕。 1973年には19歳7ヶ月で小結びに昇進。本人としては幕内上位から三役に上がった頃が一番楽しく、相撲を取ることができたという、9月場所は小結びで8勝7敗と勝ち越し、11月場所では関脇に昇進するが、9勝2敗で迎えた12日目に足首を骨折する重傷を負った。このまま休場を予想されたが、 先週楽まで出場して10勝を挙げたことが自信となり、後年まで心の支えとなった。入幕してから、しばらく期待が、今一つ高くなかった北の海が強くなったのは、大関昇進後である。1974年1月場所では14勝1敗で、初優勝を果たして大関に昇進すると5月場所で13勝2敗で2回目の優勝、さらに7月場所でも13勝2敗の成績で、 優勝決定戦まで進んで敗れたものの、場所後に21歳2ヶ月の若さで横綱へ、昇進した。昇進伝達式での向上は、本日はありがとうございます。横綱の地位を汚さぬ、よう努力いたします。今後とも、ご指導ご弁達を賜りますよう、よろしくお願いいたします。一方、2019年の文献では、AUR 地位を恥ずかしめないよう努力いたしますと、 向上を述べたとされている。7月場所千秋楽本割の輪島戦では、左四つ、北の海が両回しを引いて寄り立てたが、左ベタを引いた輪島は、相手の出足を利用するような左下手投げで、北の湖を転がした。決定戦では、左四つ、輪島は、十分の左ベタを取り、北の海に右上でを許したものの、右をつけからの諸差しで寄り、 北の海が左を巻き替えて、逆襲のよりに出ると、再び土俵際で豪快な左下手投げを決めた。放置新聞では、全勝がただ一人になった。7月場所6日目には、北の海当確だ6連勝と一面で報じ、14日目になると横綱昇進が、既成事実であるかのように報じ、一面原稿は、裸の街道というテーマで貯金、恋人、持ち物、趣味、 酒という項目別に人物像を紹介するなど、まるで昇進伝達式後の記事のような構成になっていた。ちなみに、先週楽明けの1974年7月22日には放置新聞の休館日であり、当時は現在のような休館日特別版もないため、後に同じ技で同じように負ける。悔しいなんてもんじゃなかったと、先週楽本割と優勝決定戦の連敗を、 語った様子は、少なくとも、放置新聞の上では、休館日の都合上でなかったことにされていた。新三役から横綱昇進まで、わずか所要を置場所であり、この時期について本人は、あの一年って、何だったんだろうなと後年まで、目まぐるしく思っている。横綱昇進が決まると、三保が席はかつて自分のために講演会が用意しながら、使うことがなかった三つ揃いの化粧回しを提供し、 北の海はこれを使い続けた。横綱土俵入りは雲流型を選び、その稽古は、春日野の指導で行われた。自身の弟子ではないにもかかわらず理事長を自ら指導した。理由は、春日野部屋と美保が関部屋は、同じではの海一門で、春日野は以前から北の湖を可愛がっており、実施がいないために養子に迎えたいと思っていたほどで、あることも影響している。土俵入りは、 指導を務めた、春日野の影響を受けて、大抵50秒台で終わるようなテンポの早いものに、仕上がった。横綱昇進直後の仙台巡業での土俵入りを見た、大砲は、いい線言いているね。スケールを大きくするともっといいと評し、ライバルの輪島も、腹が出ているから、俺より似合うよと褒めた。入門当初は三役に上がれば、上出来と思っており、横綱になるなどとは思っていなかった。 と本人は横綱昇進直後のインタビューで明かしている。昇進年齢から前途を限りなく職望する者と早期に引退することを予想する者の二のつに分かれた。早期引退を予想する側の見解は稽古が好きでなく太りすぎて動きが鈍く、ここ一番に弱いというものであった。1974年と1975年は 優勝回数が2回にとどまっておりまだ前世紀にはなく、1976年9月場所は平幕の解決に優勝を許している。それでも、この場所では14勝1敗で、平幕優勝した力士に横綱として全勝を阻止する星をつけるという優勝制度発足以降初となる記録を達成している1977年3月場所は、 全勝の北の湖をいっぱいの輪島が追いかける展開だったが、14日目の結び前に輪島が破れ、結びで北の海が若見すぎに勝利して優勝を決めた瞬間、館内には不満や抗議の意味で座布団が舞う異常な事態となった。強い横綱が破れて金星を提供した際に、勝った海域史を称える意味で座布団が舞うことは多いが、横綱が勝って、 ザブトンが舞うというケースは極めて異例だったが、北の海は同時ずに、先週楽も勝利して、自身初の全勝優勝を果たしている。これ以降は小場所連続優勝を果たすなど、憎らしいほど強い横綱と言われるようになり、破れると慣習が湧いた。北の海が慣習から憎らしい、ふてぶてしいなどと言われるようになった、主な理由は、 倒した相手が起き上がる際、北の海が相手に一切手を貸さず、相手に背を向けてさっさと勝ち名乗りを受けてしまう態度が傲慢とみなされていたためであるという。しかし、この行動の理由について、北の海本人は相手に、そうした彼の人柄をよく知る各界の関係者たちの間では誠実な力士として高い評価を受けていたものの、一般の監修からは悪役のような扱いを受けることが多く、 1970年代後半には、1960年代に子供が好きだったものを並べた巨人、大宝、卵焼きをもじって、子供が嫌いなものとして、絵画は、ピーマン北の海という呼び方が、野湯的になされた。また、北の海と同時代には、絶大な人気を誇った美男力士が多く、そういった人気者を容赦なく倒す北の海は、 必然的に敵役とみなされる運命にあった。それでも逆に真摯に土俵を務める北の海の姿や圧倒的勝負強さに魅了される。広角化も少なくなかった。北の海の人気に乏しい様を表すエピソードとして、検証の本数の少なさがある。1976年、7月場所千秋楽などは一番前の高野花と朝日国の 訓録決定戦に5本も検証がついたのに対して、結びの自身とアジの対戦には、優勝をかけていた横綱同士の対戦にもかかわらず8本しかつかなかった。場所中で検証が1本もつかない日が2、3日あるほどである。見穂が関曰く、スポンサーにしてみれば、かけてもどうせ勝つから、面白くない。だから、北の海には少ないんだよ。でも、 いつの世でも、そういう一種の憎まれ役がいなきゃいけないんだ。同年の北海道巡業では、札幌市の寿司屋の主人が、横綱の仕込めを屋号に使いたいと申し出たものの、ご当地横綱の北の湖ではなく輪島の仕込めを、使い、開店した輪島寿司の店内には、輪島の優勝記念のパネルや、色紙などが所狭しと飾られていた、という逸話も存在する。 また1976年頃は相撲ぶりもあまり良くなく、相撲解説者の上風昭一がこの年の7月場所の相撲を残念ながら全く進歩が見られない。あの相撲でよくこれだけ勝てたものですと酷評し、ではの海も成長する過程でバタバタすることもあると思うが、問題は今度の名古屋場所を見た限りそこへ向かっていっているんだというのものもちょっと感じられない。 ああいう相撲で勝てるから進歩がないんだと批判するなど、この頃は、クロうと人気も悪かった。先輩横綱である和島は最高の好敵手であり、和子時代を築いた。和島との通算成績は21勝23敗で、ほぼ互角で、優勝は両者合わせて38回。特に1975年9月から1978年1月までの15。 場所間の千秋楽結びの一番はすべて、輪島北の海という対戦で、千秋楽の結び対戦連続回数15回は、史上1位である。この対戦は、右上で10分の北の湖に対して、輪島は、左下手投げを得意としたこともあり、立ち合いからかっぷり4つの横綱同士の力相撲となることが常だった。ちなみに、 和島北の海による、千秋楽結び対戦回数は22回あり、明保の高野花の27回に次いで、史上2位。1976年1977年は12、場所のうち、和島、北の海両横綱による、千秋楽賞星決戦が4度あり、両者とも優勝圏内による対決が3度実現した。友情も和島五回北の海五回と実力は全く、白中して、 この時期に、真の和子時代を迎えたと言ってよい。和島、北の海大戦は、1972年7月場所から1981年1月場所の52、場所間に44回実現し、先週楽結びの一番の大戦は、史上2位の22回、先週楽両者優勝圏内の大戦が8回、水入りが3回と数多くの名勝負が展開された。以下に、和島、 北の海の全体線を記す千秋落は、千秋落結びの一番を示す。1976年から1977年の和島、北の海の成績は、下記の通り。1976年和島、77勝13敗北の、湖72勝18敗。1977年和島、75勝15敗北の海80勝10敗このように、 1976年から1977年の2年中に、場所間で両横綱が、先週楽結びの対戦で、両者とも優勝圏内での対戦が7度実現した。また、1974年7月場所も、先週楽で、和島2敗、北の海1敗で対戦が実現。この時は、和島勝都市、優勝決定戦も和島が制して、逆転優勝。北の海は、 場所後に横綱昇進、2013年5月場所で白鵬に破られるまで最長記録であ、1980年9月場所前の相撲記者クラブ、会員、会友29人を対象としたアンケートで、大鵬の優勝記録を超えると明言しなかったものが、北で聖五郎、杉山国広の二人しかいなかったほどであり、ほとんどが35回前後優勝すると予想、中には、 小坂秀治など40回優勝するだろうと予想するものまで現れた。また、初土俵から一度も休場しない、抜群の安定感を誇ったが、1981年の夏巡業中に膝を痛めたことが響き、同年、9月場所は解禁するも11月場所9日目で、ついに不先輩、途中休場した。ここで、通算連続勝ち越し50場所。 幕内連続2桁勝利37場所とそれぞれストップするが、昇進後7年間も休場しない横綱は他に例がなかった。1982年1月場所は13勝2敗で優勝したものの、次の3月場所は11勝4敗にとどまる。これ以降は、足や腰の故障との戦いが続き、5月場所は途中休場、7月場所は初の全休。 球場明けの9月場所は初日に大琴吹山に釣り出されるなど前世紀には考えられない負け方で敗れた。その後は勝ち進んで立ち直ったかに見えたが終盤に崩れて10勝5敗に終わった。11月場所と1983年1月場所は途中球場。さらに3月から7月場所にかけては3場所を連続で全球。このように球場の連続で波の横綱なら 完全に引退に追い込まれているような状況にも、かかわらず、北の海には、それが許された。その理由として、長年にわたって相撲界を支えてきた功績を、評されてのものだった。本人は現役にこだわった理由として、私の場合、若くして上がっているから、5年から6年の短い、期間で辞めてしまったとしても、まだ26、27歳なんですよね。それじゃあ、 ちょっと若すぎますよね。どうしても30歳までは取りたい。何が何でもという気持ちが強かったんですと引退後のインタビューで明かしている。また、1981年に誕生した息子に自分の優勝した時の姿を見せて覚えさせたかったからだと述べている。しかし、身体をとして望むこととなった1983年9月場所は初日から4連勝したが、 その相撲で大の国を破った際に足を故障、再び途中休場した。事情はどうであれ、休場イコール即引退という状況の11月場所は11勝4敗、終盤まで優勝争いに加わって引退危機を脱したが、1984年1月場所では8勝7敗に終わり、場所後の横綱審議委員会でも気の毒で見ていられない、引退した方が良いなどの声が、 相次いだ。3月場所は10勝5敗と、かつてなら、批判にさらされた、この成績も、よくやったと見る向きが多かったことからも、北の海に対する評価のほどが理解できる。ついに第一人者の座を、千代の富士高野里に明け渡し、完全に、世代交代かと思われていた、5月場所、久々の優勝を15戦全勝で達成した。この場所13日目に、 弟,弟弟子の北天祐が高野里を下した瞬間に北の海の優勝が決定したが、控えに座る北の海に対して北天祐が土俵上で微笑むと北の海が笑みを返したシーンは特に有名。結果的にこれが自身最後の優勝となった。前世紀を過ぎて体力が衰えたことへの同情から、この時期になると、かつての悪役イメージは薄れ、勝って拍手が送られることもあった。 5月場所の全勝優勝を機に、さらなる復活を期待された、北の海だったが長くは続かず、7月場所は序盤こそ前場所の勢いを継続するかの、ように解消の連続だったが11勝4敗に止まり、これが、最後の解禁場所となった。場所前には、校長が伝えられた9月場所は、横綱昇進後で初となる初日からの連敗で途中、休場。 11月場所は7日目から2場所を連続で途中、休場した。この時には引き際を疑問視する声が相次いだ。1985年1月場所、コケラ落としとなった両国国技館の土俵に現役で臨んだが、怪我が感知せずに土俵に上がれる体ではなかった。それでも国技館建設に携わって、開館を心待ちにしていた春日野から晴れの舞台に、 横綱が急上することはできない。潔く散る覚悟で出よとの言葉を受けて強行出場。国技館での北の海は、初日の朝日富士二日目の多賀竜と、相次いで全く良いところなく敗れて2連敗。所有していた年寄り名跡、小野川を他の力士に貸していたため、横綱特権での5年次元の年寄り襲名前提で引退届を提出した、引退表明後、 教会より、現役時代の功績に対して一代年より、北の海が授与された。くしくも、土俵上で最後の黒星を喫した、多賀流からは、全場所に、現役最後の白星を挙げてもいる。現役時代に所属していた美穂が関部屋には、すでに、美穂が関の長男である、増井山王の四郎が部屋の後継者となることが、暗黙の了解となっており、 北の海も自身の抜群の実績と人柄が評価され、現役引退後の独立と新部屋創設は規定路線とされていた。当人やその周囲は、大阪相撲ゆかりで、見保が関とも縁のある小野川の襲名と、小野川部屋最高の意向を持っていたが、前述した通り現役時の実績から一代年寄り、北の海を送られ、これを受け入れて北の海部屋を創設。 北の海部屋は同じく一代年寄りである大宝の大砲部屋と同じ高等区成長に50メートルほどの距離で開かれ、地元住民からは、この両部屋が面する通りを横綱通り、もしくは一代年寄り通りと呼び名表された。引退相撲の直後に見保が関と北の海の父がついた父がいで、亡くなり、葬儀が同じ日に行われることになった。この時は部屋関係者が帰境を進める中、 自分にとっては親以上の恩人として、親戚中に手紙を出して、父の葬儀を欠席し、師匠の葬儀へ出席した。現役引退後には、NHK の大相撲中継の解説をたびたび務め、また、法治新聞社専属評論家を務めていたこともある。師匠として、6人の関取りを排出している。2012年3月場所でががまるが、小結びとなり、 部屋念願の三役力士が誕生した。日本相撲協会では引退の2年後に審判委員に抜擢されたことを皮切りに1988年には幹事として審判部副部長などを務め、1996年には理事に昇格、1998年には事業部長に就任し、2002年に第9代理事長へ就任した。住吉大社での法能土俵入りにおける、 北の海理事長と高野花親方理事長としては、境川が実施した年寄り株退職の禁止という改革を廃止して、復活同じく境川が実行したイベント会社と提携した協会自主工業巡業を止め、肝心元工業による巡業も、復活総合企画部の設置広報部の強化によるファンサービスの充実土俵の充実を目指し、幕内、重量の定員をそれぞれ東西1枚、 増員させた代わりに、交渉制度を廃止大韓民国、中華人民共和国巡業などの海外講演を実行するなどした。2006年2月より、理事長3期目を迎え、協会の事業部長に、二所の席一門の先輩理事を2期据えてきたが、3期目は、同じ出はの海一門の武蔵川を事業部長にする、ことで、攻めの姿勢も見せている。また、肝心元都政に服しながらも、 実績不振に陥っている巡業を強化するため、2期目まで、幹事2名だった、巡業部副部長を、契約推進担当を含めた3名にして、巡業部スタッフを強化した。2 0 0 9年5月25日放送のフジテレビ、クイズドルミリオネアに、息子の北東ルーと一緒に出演した。2006年12月31日に小野川の、年寄り名跡を再取得した。2007年、 時津風部屋で、女の口力士が、時津風や、兄弟子から、集団リンチを受けて死亡した時津風部屋力士、暴行死事件が起きたことを受けて、文部科学省は、日本相撲協会と北の海に対し、事件の経緯や隠蔽工作の有無などについての説明を求めた。北の海は9月29日に、文部科学省を訪れて、経緯を説明するとと,ともに、 協会の管理に不備があったことを認め、協会を代表して都会、木三郎文部科学大臣に謝罪した。10月5日には時津風を解雇した。協会各部に対しては、事件の真相究明と再発防止、そして過去に類似した事件がなかったかどうかについての調査を指示。さらに、再発防止検討委員会を設置した。2007年7月30日。 朝昇龍のバッシング騒動について、朝昇龍と師匠の高佐語から説明と謝罪を受ける。同年8月1日、朝昇龍に対して2場所の出場停止と4ヶ月間の自宅、部屋、病院以外で特別な事情がない限り外出を、2007年9月10日、東京相撲記者クラブ会友である杉山国広の相撲取材賞を北の海便万名義で募集した。 2007年7月から続いていた朝昇流の問題に関し、テレビ番組を通じて朝昇流の謝罪を求め、間接的に日本相撲協会への批判を展開したことが理由とされる。この件に関しては記者クラブが抗議し、他の報道機関からも言論統制と非難された。会有ではなく相撲評論家の肩書きだったのが問題だったとして、12日になって、 措置は撤回して取材証は杉山へ返還されたが、今後は記者クラブに一任した上でとしたが、これからも同じような没収をする可能性にも触れたため、記者クラブとは溝が深まった。2008年2月、定例の役員選挙で、出羽の海一門代表として理事に再選、役員の5選により、理事長に4選された、広報部長に、九十、審判部副部長に、 高の花を抜擢した。しかし、2月7日に前、時津風が愛知県警察に障害致死容疑で逮捕されたことを受け、就任したばかりの九十と伊勢の海を報告のために、文部科学省に行かせたことは、なぜ理事長自らが文部科学省に行って報告しないのかと批判を読んだ。2008年9月8日、弟子の白露さんの関与も明らかとなった、大相撲力士体魔問題が、 世間の樹目を集める中で開催された日本相撲協会の臨時理事会において理事長を辞任して理事に降格。公認理事長には武蔵川が選出された。2010年8月に公認の武蔵川が辞任した際の理事長選挙に再び立候補したものの4票しか獲得できず発表獲得した離れ駒に敗れた。2011年4月6日。 大相撲やお調問題で弟子が関与したことを受けて、理事から役員待遇委員に降格。2012年1月30日に行われた日本相撲協会理事選挙に再び立候補し、理事長に当選。過去に辞任した理事長が復帰を果たしたケースは、日本相撲協会史上初となる。2013年5月16日には、満60歳の還暦を迎え、同年。 5月場所後の6月9日に、両国国技館で記念パーティー開催と赤い綱を締めての管理土俵入りを披露した。なお、土俵入りでの立ち持ちは、九十親方、湯原井は高野原親方と北の海同様幕内20回以上優勝した、元大横綱がそれぞれ務めている。また、日本相撲協会の理事長在任中に管理土俵入りを行ったのは、 1988年4月の双子山親方以来25年ぶり4人目。だが、運流型土俵入りの競り上がりを見せる直前、両足をぐらつかせてしまい周囲から、どよめきの声を上げる場面があった。さらに、還暦土俵入りに際して、直腸がんを患っていたことも明らかになった。大相撲やお腸問題を受けて2011年、3月場所が中止に追い込まれた時期に、医師の診断を受けており、 2012年8月には、療養に専念すべきところだったが、大相撲の人気回復を目標として、理事長職に再登板するなど職務に徹してきた。だが2013年5月場所以降は、検査入院するなど体調を崩すことがあり、広報部の玉野医副部長は、数値が正常値まで戻っていないと説明する苦しい状況であった。13年末にも、 大腸ポリープを切除する手術を受け当初は、翌2014年明けから公務に復帰する予定だったが2013年末に、腸閉塞を併発し、入院を余儀なくされ、2014年1月9日の理事会、評議委員会も欠席していた。結局2014年1月場所は、初日から7日目までを休場することとなり、復帰までの理事長代行は、九十事業部長に任された。 その後も回復が遅れ、実際に復帰したのは予定よりも二日遅い場所10日目からであった。2014年1月場所中には2012年2月にも手術を受けており、人工肛門を使用していた時期もある。とする説も報道された。復帰後も依然として体調が思わしくなく、寝ていた分筋肉が落ちた。ふらついたらいけないからねという理由で、 先週落高齢の協会挨拶と表彰式での支配授与も苦渋の代行となった。2014年1月31日、公益法人以降後初となる理事会選で5選により引き続き理事長職を務めることが決定し、これによって評議員の決議を経て発足する新法人の初代理事長に就任する運びとなった。新法人体制の骨子は、 北の海体制下で形成されたといい、認定は当初の予定より1年遅れたというより、旧制度をなるべく変えない体制で出発するために、あえて遅らせたという。新体制には、理事会の定数は10人、以上15人以下と、旧制度とさほど変わらず退職する予定の親方は5年以内に年寄り襲名資格審査委員会へ、後継者を、 推薦先代親方が後継者から顧問業を受け取ることを、容人協会は部屋に対して人材育成業務の委託という新たな契約を策定し、これにより弟子育成を親方に依頼した協会にも一定の責任が生じることになるなどのように、財団法人時代の色を残した制度が多数存在する。特に2014年3月から2018年6月開催の 委員会までを任期とする第1期の評議員7人のうち3人を協会員から選出したことは主体となる協会側にどちらかといえば主導権を残す形態を保持と評されており公益法人以降における北の湖の最大の功績とされている北の海ビンマンの銅像を2015年7月場所中の7月17日に再び体調を不良を訴え 名古屋から帰郷し再入院、両側水人症と診断され、手術、同年8月8日に一旦退院したものの、腰痛の悪化などの理由により、翌9月場所の初日前日の土俵祭、及び初日、先週落高令の理事長挨拶を欠席。代役として、八角事業部長が務めていた。2015年11月場所も初日の挨拶を欠席。11月18日、 17日に行われた場所10日目の取り組みで白鵬が土地王山に猫騙しを行ったことに対して苦言を呈したがこれが生前最後となる北の湖のメディア上での発言となったその11月場所最中の11月19日夜に持病の貧血の症状を示す翌11月20日朝に救急車で福岡市の再生会福岡総合病院に搬送されて 緊急入院し、点滴治療などを受けていたが、直腸癌による多臓器不全のため、同日18時55分に死去した。62歳没、現職の日本相撲協会理事長の死去は、1968年12月の時津風理事長に次いで二人目であり、本場所中での理事長の死去は、大相撲史上初であった。北の海の死去により、 八角事業部長が理事長代行に就任。日本政府は北の海の相撲界への貢献を称え、没ッ日の11月20日付をもって14位に女子、朝日、重光明を追贈することを12月18日の閣議で決定した。2015年12月22日、両国国技館で日本相撲協会層が取り行われ、鈴木第一スポーツ庁長,長官など各界からの 改装者が北の海に哀悼の誠を捧げた。墓所は神奈川県川崎市の川崎大師に混流された。2017年10月1日、墓所の川崎大師の境内に銅像が建てられ、除幕式が行われた。立ち合いでは手をつける仕草を見せるだけで全く手をつけない。中腰で低い重心から立ち合い勝ち上げるか、右上でを引いて、 相手を吹き飛ばすかのように土俵外へ出すのが代表的な取り口。左四つに組み止めての右上手投げには威力があった。両回しを十分に引きつけ、腰をよく落としての怒涛のより、巨腹に乗せた釣りも得意とし、相撲用語でいうクソ袋が重いという長所も手伝って、自力の強さは際立った。一方で巻き替えがうまく、取り組みで常に対応したため、評論家からは、 横綱の相撲としてはいかがなものかと批判された。しかし、秋の海にはあの巻き替えがあるから勝てるのだと絶賛されていた。右四つになっても右腕を返して腰を下ろせば盤石で、こうなった時の指揮者からの評価は高かった。突っ張りもあり、関脇までは突き押し相撲が主体だったが、足首を怪我してからは四つ相撲に改めた。右四つの力士に強く、 金城に対して29戦全勝と圧倒していたことに関して本人は、俺は右四つ大ス、巨体ながら非常にスピードがあり、器用さも兼ね備え、その相撲には独特の躍動感があった。がっぷりに弱い上に、指が短く、紙手が切られやすいため、胸が合うと紙手も取れずもがいてそのまま土俵を割る、相撲が多く、大樹山や高野里などがっぷりの得意な力士は特に、 この弱点につけ込むことで、北の海戦で活躍した。回しが固い力士を相手にするときに、指の短さの不利が現れたが、一枚回しになると、回しを握りつけてそのまま釣り上げるなど逆に、回力ぶりを十二分に活かすことができた。1980年7月場所の頃にはそれまでの、左四つ、一辺倒から生倉四つへと変化。立ち合いも勝ち上げから、 下から救う者へと変わっていった。負ける際は土俵際でしぶとく粘ったりせず、案外あっさりと土俵を割ることも多かった。比較的怪我が少なく、10年以上横綱を務められた。理由は無理な体制で頑張ることが少なかったからという意見がある。復活優勝した1984年、5月場所後も再度の活躍が期待されながら、同年9月より、 当時の春日の理事長の施策として、手つき立ち合いが徹底がされたことから、北の海は自身の特徴である中腰立ち合いが許されなくなり、そのせっかちさも相まって以降の目を積まれることとなった。幕内最高優勝回数24回、連勝記録32勝、幕内での50場所を連続勝ち越し、37場所幕内連続2桁勝利の堂々たる記録を持つ。 1978年に記録した年間通算82勝8敗は2005年の1月から11月の年6場所で朝昇龍に超えられるまで27年間も保持された最高記録だった。また、1977年9月から1978年7月場所までと数え方を変えた場合ではあるが、かつて1年6場所で85勝5敗という、 最高記録も保有していた。これも白鵬が2008年7月から2009年5月場所にかけて記録に並んだ後、さらに2009年1月から11月場所の年6、場所で86勝4敗の年間最多勝ち星でこの記録を更新した。北の海の最多連勝記録は32連勝。下記に北の海の連勝記録を記す。ありがとうございます。